横浜にある11階建てのビル。柱や梁などビルを支える構造が全て木でできた日本初の高層ビルなんです。 CO2 の削減に向け、今木を使った建物が関心を集めています。気になるのが雨や風にさらされ傷むこと。ビルの外壁にはある特殊な木材が使われています。同じ木材はサミットで各国首脳が訪れた広島の世界文化遺産厳島神社にも使われています。水に浸かるような腐りやすい部分です。だから素材感を残したまま耐久性を向上させることに成功したんですね。エコアコールウッドと名付けた木材は少なくとも20年は割れにくいと言います。一体なぜなんでしょうか。福岡県筑後市にある九州木材工業。長さ9メートルの円筒形の装置に入っていくのは森林の整備のために伐採した杉の間伐材です。秘密はこの液体。圧力をかけて4時間染み込ませます。通常の加工では虫を防ぐ薬剤を加えますが、毒性のない樹脂系の薬剤を杉やヒノキの細胞壁に注入し、薬剤が固まることで木材そのものを硬くするのです。出てきた木材は薬剤が染みてしっとりとしています。乾燥させると見た目はもう本当にですね、素材の色そのままが出てるんですけど、実際は硬さがこちらの方が硬いので、叩いてもらったらその違いが感じていただけるかと思います。おお、確かにこのエコアコールートの方が張りがあってこう響く音がしますね。藤木さん、これが硬さの違いというところですね。圧力のかけ方や温度管理に独自の工夫があります。防腐加工を施した一般の木材より価格はおよそ3割高いですが、硬さは7割増しました。九州木材工業の創業は1930年、木の電柱を作っていました。毒性がなく耐久性を高める薬剤を探していたところ、福岡県と九州大学と連携しわずか1年で開発に成功。ただ馴染みのない商品で全く売れません。そこに転機が訪れます。愛知万博がありましたでしょ、名古屋で。あれにものすごく大量に使っていただいたんですよ。万博に使う建築資材は再利用が前提。時間が経過しても風合いや寸法が変わらないとして採用されたのです。カーボンニュートラルにするためには絶対木材、森林の吸収源を使わなければ難しいと思うんですね。公共施設とか小学校、中学校、学校、幼稚園、住宅じゃない施設にビルをやっぱ木造化していくことが私は非常に大事だと思います。エコアコールウッドの売り上げはこの10年でおよそ5倍に伸びました。ベンチやウッドデッキだけでなく建物での利用が広がっています。2050年までのカーボンニュートラル実現のため、政府は法改正によって民間施設でも木材を活用できるように後押ししています。課題はコスト面です。耐用年数も短く、ランニングコストもかかるため、今後の技術革新が鍵になります。